1944年の間の国会とその沿岸地域における陸軍の支援及び非戦闘行動を含む数軸国海軍とソ連海軍の戦闘活動である。ソビエト連邦の国会艦隊は他のソ連赤軍同様ナチスドイツのバルバロッサ作戦によって不意を突かれた。国会における数軸国側の戦力はルーマニア海軍とブルガリア海軍。 および鉄道や運河によって運ばれた、ドイツおよびイタリア軍部隊からなっていた。戦争の大部分の機関、国会艦隊は、フィリップ・オクチャーブリスキーによって指揮されていた。主要なソ連の造船所は、ウクライナやクリミアに位置しており、それらは1941年に占領された。多くの未成艦は、グルジアの港へ脱出している。また、ポティなどのグルジアの港は、 艦隊の残存部隊の基地となっていたが、施設が貧弱であったため艦隊の作戦能力は低下した。1941年6月22日事件の国海艦隊の戦力は以下の通りであった。ルーマニア海軍は主な任務に国海の岸沿いに進撃する数軸軍陸軍へ補給を行う戦乱の護衛任務を実施した。 ソ連海軍の国会艦隊への積極的攻撃はなく潜水艦の身による襲撃や自国沖及びソ連占領下沿岸部の機雷不施設、戦乱護衛に伴う対戦作戦を行っていた。第二次世界大戦ではトルコが中立であったため、数軸国はボスポラス海峡経由で艦艇を国会へ送ることはできなかった。しかし、小型の艦艇は 鉄道や運河を使用して国会へ送られた。1942年には6隻の U ボート2型が分解されてコンスタンツへ運ばれ第 30U ボート船体として作戦行動を行った。他にドイツは10隻の S ボート、23隻の R ボートをドナウ川経由で送り込んだ。加えて占領したニコラー F の造船所で何隻かの武装バージを、 建造した。イタリア海軍も小規模な部隊を国会へ派遣した。それらは、小型潜水艦や魚雷艇であった。マスは、フランチェスコ・ミンベリによって指揮され、ヤルタを基地とした。コンスタンツァ襲撃も、参照6月26日、ソ連は共同駆逐艦モスクワとハリコフで、ルーマニアのコンスタンツァを砲撃した。この際、モスクワが諸来して沈没している。 国会艦隊は法以下にあったオデッサへの補給を行い、10月終わりに陥落するまでの間、多くの兵員や市民を脱出させた。作戦中、ソ連は駆逐艦、フルンゼット、放火に一隻王女87の攻撃で失った。国会艦隊は、ドイツ軍のセバストポリに対する最初の攻撃を撃退した際にも活躍した。12月には、 ケルチへの上陸作戦を行い、ケルチ半島を奪回した。また、巡洋艦、クラースヌイ・クルイムを含む海軍部隊がセバストポリに向かい、火力支援を行った。ソ連の潜水艦も、ルーマニアやブルガリア沿岸で2万9000トンの船舶を沈めている。1942年の作戦は、セバストポリ包囲戦で占められている。冬の間、 唯一の戦艦パリジスカやコンムナを含むソ連艦艇はセバストポリ付近で火力支援や補給任務に従事したソ連は6月22日まで補給作戦を続けたが巡洋艦チェルボナウクライナ共同駆逐艦多種県と6隻の駆逐艦を失った5月の巡洋艦ボロシーロフなどによるケルチ半島の戦いへの介入は成果を上げられず9月に ケルチ海峡を横断して行われたドイツ軍によるタマン半島への上陸を阻止することもできなかった。黒海艦隊の残存兵力はカフカース地方へ脱出した。ソ連潜水艦は黒海西部で活動したが2隻を沈めたのみであった。1943年には黒海艦隊の戦力は次のようであった。9月になるとドイツ軍は 区番からの撤退を開始し、作戦に成功した。10月6日、ソ連の共同駆逐艦ハリコフと駆逐艦、スポソブヌイ、ベズポシチャドヌイが、クリミア攻撃の際に1087によって撃沈された。この損失の結果、大型艦の使用には、スターリンの許可が必要とされるようになった。11月には、ケルチ・エルティジョン作戦が行われた。 1944年初めの時点でソ連の水上艦は整備不良のためほぼ作戦参加不可能になっていた。構成は小型の艦艇やソ連海軍航空隊によって行われた。3月にはオデッサ周辺が解放され、数軸国軍はクリミア半島に取り残された。 1944年5月9日に、セバストポリ周辺の最後の数軸国軍が降伏した。第二次世界大戦における、ルーマニア海軍も、参照駆逐艦、マラシェシュティ・アミラル・ムルジェスク。建造地はルーマニア。マラシュティ・マラシェシュティ・レジエーレ・フェルディナンド・レジーナ・マリーア、アミラル・ムルジェスク・砲艦スブロコ・テネント・ギクレスク、モニター艦。 ミハイルコガルニセアヌ、ミハイルコガルニセアヌ本節の出典は、水雷艇なるか魚雷艇ビスクオルル、キライ不節感アウロラ。ありがとうございます。